富山スタッフです。おはようございます、すけさんです。はい、ということでやってきました。今日も釣りに今から行きます。今から行きます。ただいまの時刻は今5時30分、5時半、5時半になります。はい、早朝から2人で頑張ってイカを釣りたいと思います。それではやっていきましょう。では菅さん、今日の意気込みは？とりあえずサイズが500ぐらいに釣りたいですね。いいね、500釣ってみたいね。さあ、ということでね、今日はちょっと Vlog 化も忘れてきましたので、久しぶりに iPhone でね撮影してます。イカ釣れるといいね。頑張ろう。はい、ということでね、ちょっと場所を変えます。イカ釣りっていうのはね、結構場所をコロコロ変えてなんかやっていくみたいね。その場所を変えてやる釣り方も欄岸ってね、なんか言うみたいで。そうですね。その欄岸の説明をね、川上さん、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ欄岸する意味としては、やはりそこにイカがいても活性が悪かったり、朝のマズメっていうのは本当に狙い目で、まあ、すごくイカの活性も高い時間でもありますね。なるほど。獲物を狙って沖から朝前イカが来たりするので、それを狙っていこうと思ってます。まあ、実際にイカがいても活性が低いと、やはりエギを抱かなかったりするので、そこら辺のを見極めてしっかりしていきたいなと思います。なるほど。さあ、桜島の、避難港の10番というところに来ました。ここはね、僕もすけさんも実際に釣れた場所なんでね、おすすめです。今ちょうどいい感じにね、太陽が昇ってきたんで、今が激アツだぜ。どうすか、調子は？なんとも言えどうすか？はい、ということで今やってますけど、全然釣れませんね。はい、一回寄ってきたんですけどね、すぐどっか行きましたね。今が一番いい潮の状態なんですけどね。あ、そうだ、炭跡。ちょっと一回カメラ切り替えます。はい、わかります。これがイカの炭跡です。ほら、こんな感じで、ほら、ここにも。だから炭跡があるところはイカが釣れるっていう感じなんですよね。はい、ここにもある。どうすか？全然ダメですか？はい、ということで釣りを始めて3時間経ちましたが、どうですか？いやー、イカすらもいないね、やっぱり。一応ね、なんかいるっちゃいるけど、全然食わないっていう感じで。
僕たちの腕の問題なのかイカの問題なのか分かりませんが、厳しい。ご覧の通り綺麗な海ですがね、僕たちの心は曇っています。なんちゅうコメントや。心ってより気分やな。気分が曇ってる。いやー、頑張っていきましょう。はい、ということでまた場所を移動しまして白浜港に来てます。ここはね、僕が初めてヨッシーとミキとエギングをしに来た場所でもあります。ここは前ね、スケさんがイカ釣ったところですね。さあ頑張っていきましょう。はい、ということで続きまして14番に行きました。ここはね、僕たちがエギングをやりだして結構最初に行ってた場所ですね。工事を行ってて結構できなかったんですけど、だいぶいい感じに現場も落ち着きましたね。懐かしいな、ここで夜から釣り始めてオールしてみんなで日の出を見たところですね。そろそろイカちゃん連れてくれよ、スケさん。頑張りましょう。嘘でしょ。いや、わからんよ。引っ張ってる。いや、狙ったりかもしれない。引っ張ってないね。寝掛かりでした、多分。これは寝掛かりやわ。これか。ああ。焦らす。あなた寝掛かりくんじゃん。もう何やねん。来たと思ったよ。マジ来たと思ったのに今。めっちゃ綺麗。ということで。今まで行ったことがない堤防に来ました。未だ僕とスケさんは一杯もイカを釣れておりません。いやー、きちいなー、マジで。頑張って釣りたいと思います。はい、ということで3時前です。もうね、今までたくさんねエギを海に投げては繰り返しでやってきましたが、今のところ一匹も釣れておりません。やっぱりね、生き物を相手にするっていうことはね、本当そんな簡単な話じゃないので、あの朝5時半に集合して今お昼の3時ですけど、これが釣りの日常です。わからんけど、まあシーズンっていうものもねあると思うんですよ。結局イカって秋と春が一番釣れるみたいなんで、今12月なんでね、結構もう秋のシーズンが終わって次の春まで一旦落ち着くみたいな感じって聞いたので、でもさ、なんかこれイカを釣るためのエギと呼ばれるものなんですけど、これ種類がさたくさんあってさ、僕今まで何個もこれなくしてきたんですけど、なんかねエギングをやり始めると分かる、この集めたくなるんですよね。だからエギだけ増えていってイカ全然釣れねえっていうね、そういうこと皆さんもあるんじゃないでしょうか。ということで最終決戦はね、夕方太陽が沈む頃、夕まずめが僕とスケさんの最終決戦になると思います。それまで多分釣れねえけど、ぼちぼちやっていきます。それでは。
ね、小さいですわね。興味は持つんですけどね、エギに。そこから、うん、全然混んですよ。見えるんですけどね。300ぐらいね。どうします、すけさん。いまだ0杯ですけど。そうやな、これが普通です、皆さん。だからこそ釣れた時が嬉しいからやめられないと。俺も味わってしまったもんな、あのイカを釣れた時の興奮。はい、ということで、ただいまの時刻が6時過ぎです。このように見てください、真っ暗。今のところいっぱいも釣れておりません。ということで、最後の砦、最終決戦の地へやってきました。ここでいっぱいでも釣って帰りたいということで、頑張っていきましょう。はい、ということで、今日の釣り終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした、結果発表したいと思います。じゃあまず僕から、今回ね、今日僕が釣ったイカは0杯です。そしてすけさん0です。はい、ということで、今日は1杯も釣れませんでした。お疲れ様でした。ということでね、まあシーズンっていうのもあるけどね、疲れたね。それぐらいエギングが難しいのかどうかはわからないけれども、そんな感じでした。もう今日は帰ります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。